今日のゲストは、プロバスケットボール選手青木康則選手です。お願いします。お願いします。はい、最初はヤスのキャリアを聞いていきたいんだけど、はい、長田東ミニバス、そうです、安倍川中学、はい、大堀つくば、はい、でプロになって、言ったらもうずっとあれだよね、エリートだからヤスはもう常に、まあ、県でトップの選手だったし、ミニバスの時から中学でエンデバーも入ってね、で高校の時も学生の代表みたいなのも入って、でつくばでもキャプテンやって、そうですやってるね、うん、っていうスーパーエリートのヤスさんなんですけど、スーパーつきません、ね、なんかキャリア通して失敗したこととかある、なんかこの時失敗とか、なんか挫折、あこの時きつかったなとか、挫折はありますよ。なんかいつがあるんですか。一番最初かつ一番大きい挫折は、うんうん、大学1年生です。へえ、そこなんだ。そこですよ。1年生の時は言ったら馬場雄大と杉谷雄星とヤスが3人で同期で入ってきて、何が どういうところがこうしんどかったというか大変だったのか。やっぱ紹介あった通り、うん、試合に出ないことがなくて、どのカテゴリーもそうで、確かに大学入ってベンチがよくあって、あそっか、そういう時あったか、ベンチにすら入れないっていう経験して、うんうん、それがもう自分の中でカルチャーショックっていうか、こんな歯がゆいことを今まで経験したことなかったので、その時は一番バスケ離れたくなったんです。そういうぐらいのあれだったんだ。多分ですよ、うん、多分1日俺ケビを使ったことない人生多分そうです。ああ今思えばあの時はもう本当にきつくて、はい、ちょっときついっていうか、うん、こう意欲が本当に湧かなかったです。一瞬確かに、うん、もう頑張ってるけど、まあ、試合にも絡まないし、なんかベンチから外れる時もあったし、うん、大堀の時はそれなかった。大堀の時はもうなそうですね、ありがたいことに、うん、1年生の時から試合に出させてもらって、うん、まあ、試合出る中でいろいろありましたけど、うん、まあ、でも3年生の時はなんていうか、まあ、キャプテンやらせてもらってて、うん、1年生から杉浦と僕と葛原が1年生の頃からスタートで出させてもらって、うんうんうん、僕の3年生の時が勝負の年って言われて、うん、何としても優勝しなきゃいけない、はいはい、でそのキャプテン、ね、そういうプレッシャーが面もあるっていうので、なんかこう、もう自分どうこうというよりも、うんうん、チームに目を向けすぎて、うんうん、自分のパフォーマンスもうわけわかんなくなっちゃったって思います。はいはいはい、なるほどね。あじゃあ言ったら今こう見てくれてる人たちも、はい、まあ、高校生とか中学生とかで試合に出れない子たちとかもいるわけだね、うん、でそういう挫折してる子もいると思うんだけど、大学のその挫折した時はどうやってこう立ち直ったというか、自分また頑張り始めたのか。あでもやっぱ杉浦と馬場は同級生2人ともスタートで、はい、うんうん、バリバリ活躍してて、でもやっぱ朝練とか、うん、筑波自体はなかったけど、うん、個人で一応それで試合出てるメンバーで、うんうん、同級生でやってたのを見て、あこれじゃダメだなって自分の中で思えたし、はいはいはい、それこそ井川さんとか真愛、うん、さんとかが主のワークアウト、うんうん、やったね、確かに結構やってましたよね。はいはい、やってた。 YouTube 見てね当時なかったよね、見よう見まねで確かに、なんかそういう本当周りの人が引っ張ってくれたっていう感じですかね、正直。まあ難しいじゃん、正直雄大雄星とあの時比べるなって言ったら変だけど、まあちょっとこうね違う部分もあった中で、ヤスがそこから、まあ、徐々に頭角を現していって関東選抜にも入ったし、A プロにまで行ってみたいなところを考えると、そういう周りの人の影響を受けながらこうまた頑張り出すというか、そうですね、本当どうやって追いつこうっていう仲間の存在がでかかったけどね。めちゃくちゃでかいっすよ。他になんか大きい挫折とかあった？これもうちょいそのミニバスとか中学とか高校の時にやっときゃよかったなって今思えば。これバスケじゃないですけど、おうおう、もっと遊んでけばよかったなって思いますよそのっていうのも、はいはいはい、あそういう道を外れるような今ニュアンスで、はいはい、今いろんな誤解が生まれてるかもしれないけど、はい、もう本当に僕ちっちゃい頃から、うん、バスケ好きだったんですけど、うんうん、その遊びをやっぱ犠牲にして、確かにね、
ちょっとやりすぎたから今思えば、それがあって今があるっていうのもあるんですけど、もちろん、ただちょっとあの頃から勝ちをちょっと第一にしすぎた自分の中で、はいはいはい。実はヤスは地元でもお父さんもね先生で、すごい多分厳しく指導されてたと思うし、まあ、言ったらこうゆとりじゃないけどさ、そういう心の余裕みたいな、他のところに目向ける時間もなかったと思うから、そういうところがもしかしたら欲しかったみたいな。今思えばそうかもしれないですね。意外とそういうのプレイに出る、出るよ。出る。だから僕もよく言われるのが、やっぱ遊びがないっていうのは、見てる人分かるかもしれないですけど。プレースタイルがね、プレースタイル現実はあれが、はい、まあ、やすの良さでもあるし、もしかしたら少しこう、ふざけたって言ったら変だけど、こう砕けたところがプレーで出てもいいのかなって、はい、それはでも確かに、やっぱ今、多分いろんな動画とか YouTube とかでも見れるし、ですごい週6とか もしかしたら休みなしで練習してる子とかもいるかもしれないけど、結局なんか、いろんなそういう人間性みたいなところもプレーで出るじゃん。そうですね。そこは確かに今バスケ頑張ってる子たちも他のスポーツやったりとか、そうです、他のスポーツやった方がいいと思いますね。なんかやってた？いや、ちっちゃい頃トランポリンやってた。実はトランポリンってなんかある今日。水泳とかやってる？水泳もやりました。水泳なんだ。まあ水泳やってる子が多いよな。はい、なんか今思えば俺も陸上とかそれジャンプとか走るとかさ、結構、いや本当に陸上いいですよね。陸上いいよね。陸上とか体操とか多分、ダンスとか、そういうのは今の子たち別になんか週6バスケやるのと週5それが1日減って5になるのでそんな変わらないです、正直。ぶっちゃけ多分それが1日減ってなんか違うことの感覚とか感性が自分に入ってくるだけで、幅はやっぱ絶対広がるから、まあいろんなコーチのとこ行くのも大事だと思う。同じチームでやっぱずっとさ同じバスケばっかりやってるとそれしかできなくなっちゃう。いろんなコーチのところでバスケしたり、いろんな競技したり、なんか他の分野に興味持ってもいいでしょ。それはそうですね、バスケだけ、ね、狭いですもんね。狭い、ちょっとこう頭いっぱいになっちゃうね、それしか見えなくなっちゃう。だからそういうのも、前も今すごいいい話聞けたんで、ぜひ子供たちとか親御さんも、親御さんですね、親御さんだね、これは親御さんも見てほしい。子供も一生懸命やると思う。ぜひいろんな分野にチャレンジしてもらえたらと、思います。なんだかんだコツコツやってきたものが2年生になって2年生でもそこまで試合出れなかったんですけど、新人戦でじゃあメインでやれて優勝できたり、そうだね、新人戦優勝、なんかやってることが間違いじゃなかったなっていうのを確認できたり、練習でもだんだんと通用するようになってきて、なんか本当積み重ねでしかないなっていうのは感じましたし、劇的にポンっていうのはあまりなかったかな。結果って意外とってか、まあ普通に考えるとすぐ出ないものじゃん。間違いないさ。そこでコツコツ自分がやれることに目を向けて、周りのいろんなの気になる時期もあるけど、それをこうやっぱやることだけに集中してやっていくっていうのがすごい大事だと思うし、でもレベルが上がっていけば上がっていくと、いろんな考え方も浮かんでる。周りとの人とも同じポジションもそうだし、同級生とも。他の大学のやつも気になるし、はい、そこでこう焦ってね、なんか小手先のことに走ったりするよりはやっぱ淡々とやっていく。いやー、それですね、その淡々とやるのが一番大変ですよ。本当にいろんな誘惑もあるし、ね、きつくてやりたくなくなる時もどうしてもある、それでもやり続けるっていうのも大事ですし、そういう時自分に結構厳しくするんです。それでも割とこう、大丈夫できるよってこう優しい言葉をかけるというか、どっちタイプ？厳しくする方っすね。ああ、こんなんでいいのかみたいな。はい、ああ、なるほどね。ただこれ、プロになってからすごい僕の課題なんですけど、60試合じゃないですか。その中でちょっと気持ちがアップダウンが、どうしても出ちゃう。それはまあ、
みんなあるからね、すると思うんですけど、ガーって上げるのはできても、うん、それが長く続かない、このパッションを毎試合出せるかっていうのは、うん、それもすごく難しかった、うんうん、いろんな選手が試合前にグワーって上げる人もいるさ、割とこうもうひょうひょうと入っていく人もいるし、その辺の引き出しというか、うん、俺結構正解ないなと思って。いや人それぞれですよね、うん、本当に同じ入り方ってむずくない？結構毎回同じメンタルで行くのって、やっぱ相手も違うしチームの状況も違うし自分のコンディションも違うし、すごい難しいなってそれは俺も感じてて。確かに調子に合わせた方がいいかもしれないですけど、うんうん、ルーティーンとかも変えたりする。あ、変えるんだやつは。そのストレッチのルーティンとか、はいはい、アップのルーティンも、うん、それをやっていく中で、うん、あ、今日ちょっとこれ疲れてるなとか、うんうんうん、この調子悪いなってなったらちょっと違うアプローチしたりとか、はい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 、全部を決めないようにしてます。あー、なるほどね。大体こういうことをやるけど、うん、その時の調子に合わせて。へー。あ、まあ、じゃあ引き出しいくつか持っといて。そうですね。まあ、7割、8割ぐらいは割と同じことやって、残り2割は変えてみたいな。それはでも、やっぱ年齢積んでいけば多分増えてくる。いや、そうそうそう。それが大事だよね。それ大事です。これしかできないじゃなくて、はい、確かに。それはいろんなコーチとか、うん、トレーナーとか、遺跡とかいる中で学んだところがあります。はいはいはい。これはすごい勉強になる話だけど、ぜひ子供たちもね、自分のルーティン作りながら、一個二個、引き出し持っていてやるっていうのはいいかな。同じことやり続けるのはちょっと大変です。うん、だいぶしね、はい、絶対やっぱ同じことができないから、ね、同じことで。もちろん最初身につけるまでは淡々とやっていくことが必要だし、ある程度までいったら違うものを出していって引いていって。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。 See you!